女優でモデルの中条あやみ、25、が、一部にて IT ベンチャー企業との交際が報じられたことについて15日、所属事務所がモデルプレスの取材に応じた。中条の所属事務所は、プライベートは本人に任せております、とコメント。肯定も否定もしなかった。一部報道によると、中条は1年以上交際を続けており、この秋から同棲生活をスタートしたという。中条は2011年、ミスセブンティーン2011グランプリを受賞し芸能界入り。九頭身という抜群スタイルを活かし、現在は、キャンキャン、専属モデルとして活躍、東京ガールズコレクションにも常連で出演している。2012年には、ドラマ、黒の女教師、CBS で女優デビュー。その後、数々のドラマ、映画に出演し、2018年、第41回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。バル、最近の主な出演作はドラマ、白衣の戦士、主演、2019年、日本テレビ、くんと世界が終わる日に、2021、2022年、日本テレビ、東京マー、走る緊急救命室、2021年、CBS、映画、水上のフライト、主演、2020年、劇場版東京マー、走る緊急救命室、2023年4月28日公開予定、など。さらに、アナザースカイ、日本テレビ、の MC を務めるなど多方面で活躍している。